いやあ、久保さん。これだけ山本太郎さんの連日連夜、キーワードを入れて、ずっとやりとりする YouTube チャンネル、絶対ないでしょうね。まあ、基本的に切り取ってますからね。山本太郎さんの切り取りですから。ほとんど。ほとんど切り取りです。そう。だ山本太郎さんの、あれでこの、こうやってその顔出してこうやる人はいないでしょうね。ほとんどいないですよ。まあ、ほぼ切り取りですからね。 うん、まあだから山本太郎さんのその粘り強さしつこさっていうのはあのすごく大事だと思うんですよねだから僕もそのネットビジネスうー教えてますけれどもやっぱり多くの9割の人たちはどうせ俺には無理今からやっても遅いみたいに思う人が9割なんですよねだけど その9割をこじ開けたいんですよ、僕は。やればできるよっていうところを示したいんですよね。で、それが、もう僕も塾運営して7年になりますけど、久保さんもね、そっか塾な長く10年ぐらいですか僕も7年目になりますけど、やっぱね、パソコン、右も左もわかりませんよっていうね、お客さんが1億いったわけですよ、売り上げ。 男性も女性も1億売り上げ突破した人出てきましたからね。まあ、他にもね、100万とか、ね、このま400万とか、出てきてますから。だからそういうのをもっと増やしていきたいですよね。やればできるよっていうところうん。だからこの数が多くなれば、まあその、そう思う、そうそれの思いっていうのは変えられるんじゃないかなっていう思いでやってますけどね。うん。まあどれだけ頑張ってもね、 いや、どうせ無理っていう人はいると思いますけど、少なくてもそれは買いたいですよね。いや、どうせ無理じゃないよと。や,どうやってみればいいじゃないかと、うん。すみません、僕は政治はちょっとやらないですけど、僕の、僕はもうネットビジネスを教える先生なんで、あの、やってみようと思ってるけどどうせ無理。やってみようと思ってんだけどどうせ無理。じゃあ、やってみようぜっていう話なんですよね。うん、だそこはね、山本太郎さんと同じような気持ちですね。あの、 風穴開けたいっていうね。うん。なんかどうせ生きてきた、どうせ死ぬうちになんか風穴開けたいなっていう思いはありますよね。それは僕自身が、まあ、久保さんもやっぱ体験してきたと思いますけども、麻雀店のおっさんがね、どんだけ人生変えたんだと。もう180度ぐらい変えたわけじゃないですか。僕はもう久保さんの幼少期から知ってますけど、まあ、正直鼻で笑ってましたからね。そう。<laughs> なんか変な人いんな、みたいな。 吉田さん、クロームブックこれ買ったんですよ、みたいなね。2万円だったんですよ。ふん、<laughs> <な>ん<か笑>吉田さん、即稼ぐ塾。これいいでしょ、即下塾。<laughs> みたいなね。これ iPhone、これ iPhone でこう写真こう撮影してもらうときにこう宣伝になるんですよ、みたいな。こういいでしょ、いつでも宣伝になって、みたいな、ね。<laughs> 懐かしいですねそ、ま。元麻雀店のおっさんがね、まあ、人生変えたわけですよ、大きく <laughs>。 僕はもう現場で見てますからね、その、久保さんの,あの変化を。うんまあ、他の塾生さんもいろいろ事例見てきましたけど、やればやっぱできるんで、そういうところは示したいですよね、うんはい。希望でありたいですね、希望で。だ山本太郎さんも希望じゃないですか、やっぱ。ああいう人が一人、一人もいなかったら、なんか寂しいですよね。一人でもいるっていうのは、なんか、 なんか希望なんじゃないかなと思いますね。いってらっしゃい。